ヒトラーの乗用車を運転するケンプカエイリヒ。ケンプカはアドルフ・ヒトラーの運転手として知られる人物。一般親衛隊の隊員でもあり、最終階級は親衛隊中佐、オーバーハウゼンに甲府の息子として生まれる。DKW で自動車修理工として働いていたが、1930年4月1日に国家社会主義ドイツ労働者等に入党。 1932年2月まで S 線を砕く指導者ヨーゼフ・テア・ボーフェンに運転手として使えた。1932年2月29日に結成されたヒトラーの警護部隊、新英隊総統警護隊の8人のうちの1人に選ばれた。テル・ボーフェンの推薦でアドルフ・ヒトラーの運転手の1人となった。1934年にはユリウス・シュレックや エミール・モーリスに代わって、ヒトラーの最も主要な運転手、従者、ボディーガードとなっていった。長いナイフの夜のエルンストレームの逮捕の際にも、居合わせた。1937年12月に、新衛隊の生命の泉に入った。新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーより、新衛隊名誉リングを授与された。ヒトラーの自殺後に、ヒトラーの遺体を処理した人物の一人である。 ヒトラーの遺体を焼くために200リットルのガソリンを集めるよう命じられていたケンプカだったが、彼は180リットルしか用意できなかった。ヒトラーの遺体を焼却後、ケンプカは相当地下号を脱出した。ソ連軍の包囲網を突破し、ベルリンから脱出することに成功したが、その後1945年6月20日にベルヒテスガーデンでアメリカ軍に逮捕された。その後、 ケンプカは1947年10月9日に釈放された。1951年に回顧録、ヒットラーを焼いたのはオレダを出版した。1975年1月24日にフライベルク・アムネッカーで死去した。ありがとうございます。